こんにちは、たびにゃんです。今回はずっと行ってみたかった串カツ田中さんに行ってまいりました。以前大阪の新世界で串カツを食べてとっても美味しかったので気になっていました。川口店に行きました。串カツ田中さんの前にはジュモールプラザという商業施設が建っておりました。最初決まった牛豚を先にお出ししますね、はい、でそちらが出てから、はい、あの5本ずつのご注文になります、はいはい、でまた出たら5本ご注文可能なので、はい、はい、お願いします。串カツの種類はこんなにたくさんあるんです。面白いチンチロリンドリンクを注文いたしました。みずみずしいキャベツがこんなにいっぱい。奇数、はい、奇数ですので、はい、あのメガジョッキでございます、はい、定番のレモンサワー、レモンサワー、はい、はい、承知しました。チンチロリンドリンクというのは2つのサイコロを振って出た目がゾロ目なら無料、出た目が偶数なら半額、出た目が奇数ならメガジョッキーになって900円になるんです。1日15名限定の食べ放題で、ほぼ全品食べ放題は大人2780円、串カツのみ食べ放題は1880円で、私は串カツのみにいたしました。パリパリキャベツが美味しい。
こちらがアジ、レンコン、タラ、タラコ、エビでございます。こちらがうずら、アスパラ、しいたけ、ナス、ニンニクでございます。失礼します。
こちらがクッキー、もち、チーズ、はんぺん、バナナです。ありがとうございます。バナナ、こちらのチョコを使って。ありがとうございます。串カツってアルコールによく合いますよね。今回は串カツがサクサク、キャベツがシャキシャキ、とってもいい音がしたので、アフレコではなくテロップにしてみました。撮影ご配慮いただきましてありがとうございます。串カツ田中さんの串カツ全制覇してまいりました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは美味しいものをどんどん紹介していきます。気軽にコメント、グッドボタン、ご登録お願いいたします。また次回お目にかかりましょう。バイバイ。